ロセンズルクセンブルク国鉄は、ルクセンブルクの国有鉄道である。2005年には1410万人の旅客と1170万トンの貨物を輸送している。3090人の職員数を有し、ルクセンブルクでは7番目に職員数が多い企業となっている。周辺国との接続路線を中心に鉄道網が発達してきた。1859年8月に、 ルクセンブルク・ベタンブール・フランス国境9月にルクセンブルク・クライン・ベティゲン・ベルギー国境1862年8月にルクセンブルク・バッサービリッヒ・ドイツ国境が開業している。旧務ルクサンブール鉄道プラスアンリ社によって建設と運営がなされ1920年の最盛期には路線延長は 534km に達したが その後のモータリゼーションの影響により現在では約半分まで縮小されてしまった。1946年の統合、国有化で現在の経営形態になり、CFL の株式をベルギー、フランスの両政府も保有していたが1996年以降、ルクセンブルク政府の保有割合が9割に達し、経営再建計画の一環で債務も引き受けている。 15名で構成される理事会にはベルギー、フランス政府からも1名ずつ理事が選出されている。近年では輸送実績が増加基調にあり2001年には前年比4.9%増加した。1998年から特ト,ト98と呼ばれるルクセンブルク駅を中心とした等間隔運転や接続の改善などが行われたが、 バランスの問題から2001年に撤廃されている。鉄鋼産業が盛んなこの地では、鉄鋼石、コークス、石灰石などの輸送が盛んであったが電気炉への転換によって減少傾向にある。このため、ルクセンブルク国鉄ではベルギーからルクセンブルクを通り、フランス、スペイン、イタリアなど地中海方面へ抜ける貨物回廊の構築に力を入れている。LGV 東、 ヨーロッパ線の開業によって、パリ東駅から TGV が乗り入れてくるなど、フランス国境からルクセンブルク駅までの 16km の高速化も進められている。ありがとうございます。